中京 TV スポーツ。元気あんなみんな。今週火曜日、大興奮の高校生の前に現れたのはサッカー元日本代表の牧野智明さん。来月開幕を迎える全国高校サッカー選手権愛知県大会。来月なんですね。岡崎城西高校は全国出場6回を誇る名門ですが、2002年を最後にあと一歩のところで敗退続き、古豪復活を目指す今年のチームの課題は、その得点をやっぱ守っていけないところがチームにとっての課題かなっていうところで、もう守備のところの徹底というか、上から来てよ、上から来てよ。そこで牧野さんがディフェンスの1対1で勝てる方法を熱血指導。送ったアドバイスとは、ドリブルした時に腕をうまく使ってもいい。腕を使う、上半身使う、あ、ごめん足じゃなくていいよ、足だけじゃなくて強い腕を使いに、腕を使う、腕なんですね。相手からボールを奪うために大切なのは意外にも上半身の使い方だといいます。他にも1対1の時はしっかりと半身で、でしかも止まらない、常にステップ踏む、常にステップ踏む、 OK。 すると選手たちのプレーに驚きの変化が。素晴らしい、素晴らしい、いいね。半身の体勢から右腕で相手をコントロールして、見事ボールを奪いました。すぐできるのもすごいですね。ステップ、ステップ、我慢して、我慢して、我慢して、そこ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 、下から下から、ノーファル、ノーファル、ノーファル。激しい。さあ、いい守備、よくなったね。その後、素晴らしい、ナイス。熱血。よくなった、いいよ、いいよ、いいよ、それぐらい、それぐらい。見てるこっちもワクワクしますよね。短い時間ですけど、こう変わってる感じとかすごいありますか。いいっすよ。選手たちの表情とか目つきもね、僕がここのグラウンド来た時は笑顔だったけど、今クッとする、目つきに変わってるし、2時間のこのトレーニングの中での意識づけがこんだけ変わるってことは、これ2日3日やって1週間やるとだいぶ変わると思うんで、ますます皆さんのね、これからの選手権含めた結果気にして見てますので、頑張ってほしいなと思います。牧野さんの指導一つでもう守備が一気に自分の中でも変わって、すごいなんか自信になりました。分かりやすく守備の仕方とかも教えてくれて、本当に貴重な時間だなって感じました。みんなで全国行って国立で嬉し涙を流したいなって思ってます。